小田急の渋谷延伸構想を作りました。小田急線は、新宿から下北沢、新百合ヶ丘方面を結ぶ路線です。代々木上原駅で地下鉄千代田線と分岐して、一部列車は直通しています。代々木八幡付近で、進路を新宿方面にカーブして、新宿まで結んでいます。代々木八幡からは、新宿よりも渋谷の方が近い形です。小田急線沿線から渋谷に向かうには、下北沢で京王井の頭線に乗り換える必要があり、ラッシュ時間帯は井の頭線の混雑にもつながっています。理由としては、渋谷での乗り換え客のほか、井の頭線沿線には大学キャンパスがあるため、大学関係者が多く利用するためです。また、小田急からの場合は、他社となるため、新たに初乗り運賃がかかり、経済的な負担も大きいです。そこで、代々木上原付近から分岐して渋谷まで結ぶ新路線を作れば、小田急のメリットにもなります。京王と小田急では競合区間があり、速達性には小田急が優れていますが、渋谷などの方面の利用の際は、京王が優位となります。また、代々木八幡渋谷間の井の頭通りを通らせれば、NHK スタジオなどに新駅を設置すれば、新たな価値が生まれてきます。延伸距離も 2km ほどとそこまで長くはありません。この構想は、正確な情報源などがありませんのでご注意ください。これで、1月11日の KABムービーズを終わります。